ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市梅見台にございますリビングタウン学研都市 B 棟の紹介をさせていただきます。こちらは 2LDK のお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まず、こちらは、ダイニングとリビングのスペースとなっておりまして、十分な広さがございますので、ダイニングテーブルやソファーなどを十分置いていただける、広さとなっております。こちらのお部屋、リビングの横にすぐ、洋室の方がございまして、こちらは段差等もございませんので、このようにつな、げて一つのお部屋として使っていただくと、より広々と使っていただけます。こちらの洋室の方に、ウォークインクローゼットがついております。こちら左右に物が置けられるようになっておりまして、奥に物を載せられるようになっておりますので、大変収納力のあるお部屋となっております。またお洗濯物などはこちらを押していただけるように専用庭がついておりまして、こちら大変広々としております。また防犯面といたしまして、シャッター窓もついております。外出の際やお出かけの際、お休みの際の防犯面もバッチリとなっております。またキッチンの後ろのスペースもこのように本棚として使えるようになっておりますので、大変有効活用されております。それではキッチンとなっております。キッチンは人気のカウンターキッチンとなっておりまして、収納力のあるキッチンスペースです。こちら上にしっかりと収納ございまして、下の方もこのように収納となっております。シンクも大きいですし、調理するスペースもガスコンロを置いていただけるスペースもしっかりとございます。またキッチンの後ろは冷蔵庫や食器棚など置いていただけるように、十分なスペースと、コンセントの方もたくさん用意しております。またリモコン給湯もすぐ手の届くところにございますので、温度変更などこちらの方でしていただけます。そしてモニター付きのインターホンの方もつけておりますので、こちらですね、外の様子はすぐに分かるようになっております。それではその他のお部屋紹介させていただきます。まずこちらが洋室、2つ目の洋室となっております。こちらも十分な広さがございますので、寝室や子供部屋にぴったりです。こちらの収納の方はこのように中が3段に分かれているタイプとなっておりますので、しっかりと物を収納していただけます。こちらの物件はその他にも収納が大変充実しておりまして、玄関先にもこのような収納がございます。そしてこちらが玄関となっておりまして、玄関には大きな、下駄箱がございますので、靴もすっきり収納できます。玄関の横はお手洗いとなっておりまして、人気のウォシュレットタイプとなっております。そしてこちらがお風呂となっております。お風呂は足が、ゆったりと伸ばせる一つぼタイプとなっておりまして、上には、浴室乾燥機がついております。その他、換気窓もございます。お風呂出ていただきますと脱衣所となっておりまして、独立の洗面台、こちらはこのようにシャンプードレッサーとなっております。そして洗濯機を室内に置けるスペースとなっております。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。